特集です。新型コロナウイルスの影響で多くの人の活動が制限されています。それは音楽を仕事とするアーティストも同じです。しかしこんな時だからこそ音楽の力が必要なんではないでしょうか。一人のアーティストの活動を取材しました。白山市新成にある88レコーズ。こんにちは。あ、こんにちは。テレビの森重です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがエイトマンこと八幡大輔さん。石川を拠点に活動するシンガーソングライターです。プロバスケットボールチーム金沢サムライズのテーマソングも手掛ける八幡さん。今年1月には音楽活動を生かしてこんな取り組みも始めました。ピアノにこれ音響ですかね。ここで心臓神父への曲を作っております。八幡さんが始めたのは新郎新婦のオリジナルソングを制作し、結婚式の二次会で披露するプロジェクト。新郎新婦からの直接聞いた馴れ初めから現在に至るまでを全て曲にはめ込んでいって、でそこにエイトマン独自のエール等も含めて二人だけの世界に一つだけの曲を生でプレゼントしたいという思いから始めます。オリジナルソングの制作だけではありません。会場の決定に司会、ゲームの準備など結婚式の二次会全てをプロデュースする事業を立ち上げました。立ち上げからの3ヶ月間で早くも7件の二次会をプロデュース。4月にも4件の予定が入り、順調な滑り出しでした。しかし事業も立ち上げたばかりで、さあ今からこうエンジン全開でいこうっていうところで、自粛になっちゃったので、4月も4件入ってたんですけど、それも全てキャンセルというか延期になりまして、その延期も結局どこまで延期なのか見えないような状況なので、まあ中止なのか延期なのかっていうような状態で、誰も詰めることができないので、もう落ちていましたよね。それでも八幡さんは今できることから始めました。オンラインでボイストレーニングをして、少しでもこの自宅で、このストレスが発散できないという状況を打破できるような、そういう活動を今しております。ボイストレーニング、はい、オンラインでレッスンされてるんですか。やっぱどうしても自宅でアパートでとかっていう方は緊張の役になりますから、このオンラインでのボイストレーニングは大きな声を出さないとか、声を出さずにボイストレーニングをしていくっていうことを提供していますね。私カラオケを上手になりたくて、そういったことも対応していただけるんですか。もちろんです。それはやった。ということで少しだけレッスンをしていただきました。エッジボイスっていう声なんですけど、ご存知ですか。初めて聞きました。あ、本当ですか。寝起きの時とかによく聞くホラー映画の呪音みたいな声なんですけど、あー、おー、上手上手褒められちゃったこれは何がいいかっていうと、声ってやはりこう出す時に少し振動があると、人間って届いた時に癒されるっていう思いになるんですね。あー気持ちいいって。でこれがもう細かければ細かいほど、量が多ければ多いほど気持ちいいってなるので、このエッジボイスが声に含まれているとすごくいい声って言われやすいんです。息が途切れるまでやってみましょう。いきます。いっせーので、あーずっとずっとブレずに、そのままブレずに、まっすぐ上げて、あ、声になった、声になった、あ、嘘、声になった、声になったらダメだよ。エッジボイスだけです。まっすぐ、そう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 、次はこのエッジボイスをちょっと揺らしてみる。あーあーあーはい、OK です。周りのスタッフが笑っています。人のいる前ではやらっこない方がいい。今世の中に流れるんですけど
もう一つはリップロールっていうトレーニングなんですけど、これはボイストレーナーいらずって言われてるトレーニングなんですけど、リップをロールするっていう意味でリップロールって言われてるんですけど、で、何がいいかっていうと、これは喉に全く力が、負担がかかってなくてリラックスしている状態っていうのと、あとここに鼻の粘膜があるんですけど、それがグッと上に上がって声を出しているので、本来声を出すときにその声の出し方が一番正しい出し方ですので、それを癖つけることができます。このリップロールを使って、ちょっと歌を歌ってみたりとか、まあ、例えばカエルの歌だったらっていう風に音色を加えて練習をすると、すごくリラックスした状態でこういう声の出し方をすると一番いい声の出し方ができるんだよっていうのを脳に焼き付けています。これとカラオケで結構高得点狙えそうってことですよね。狙えます狙えます。で、撮影されるお仕事をされているので、本番になる前にリップロールをすると緊張をほぐれて、今日声の調子悪いなっていう時あると思うんですけど、それも全部良くなります。ぜひともやってみてください。必ずします、本番前にします。本当に参考になりました。いや、ちょっと今後の私のニュース読みに期待してください。ボイストレーニングは健康やダイエットにもいいそうですよ。さらに今の世界の現状を見て、八幡さんは新たなプロジェクトをスタートさせました。今八幡さんはこの状況どんな風に感じられてますか？本当に大変ですし、皆さん同じような気持ちだと思うんですね。なのでミュージシャンとして音を伝えていくっていう身として、そういう元気のない方、今から頑張っていこうとする方に、曲をプレゼントしていこうということを始めていまして、でそういう方々に直接オンラインとして取材させていただいて、今こういうことで困っているんだ、こういうことで大変なんだっていうようなことを聞いた上 でまたエイトマンのエールも込めて、そこから歌詞をしていきながらその方にプレゼントをするというようなことをしております。今のお話聞いて提案なんですけれども、まあ、やはり今本当に皆さんもう不安とかストレスとかいろんなものを抱えて生活されていると思うんですね。でぜひ石川県民の皆さんに向けての応援ソング作っていただけませんか？ああ、それいいですね。ぜひともです。ちょっと楽しみにしてます。後日、はい、もう石川県民の皆さんが今この状況を元気を出して乗り越えられるようなそういう曲を作らせていただきます。はい、お願いします。どうぞお願いします。そして数日後、応援ソングが完成しました。それがこちらです。何気なく過ごしてた日々に漂ってくる雲が通常に、光が閉ざされてからもうどれくらいが経つんだろう。気づきゃ危険が隣り合わせ、見ていた夢は儚く消え、大切な人と話せない、生きる意味さえわからない。でも逆手にとって考えてみれば、今ここに意味があるんだな。苦しい吐く言葉もない、あるのは培った経験のみ。悩んでる時間はもったいないさ、合言葉はステンドアップ、進むしかないさ、これもエイヤできるあなたなら。ピンチをチャンスに変えて、今までの自分をぶっ壊して、見えなかったもの見えてきて、作り出す新しい人生。逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ。真下見るよりも空を見て、踏み出せば始まる Your New Way。 レストランはラテン語で、語源は元に戻す、元気にするっていう意味で、食を通して元気になってもらうってことはもともと我々の仕事なんだってことを心に留めてやる。忘れて明日を見つめて、それでも悩みが消えないなら、うん、春らしいね。本日はこんなに心温まる
にお品をいただきまして、みんな温かい気持ちで患者さんに歌っていきたいと思います。本当にありがとうございます。いいな、ありがとうございます。相対とかがなくなるようになんか心に何て言うか後悔っていうかそういう引っかかりみたいなのもちょっとあります。逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ、真下にいるよりも空を見て、踏み出せば始まる You are new age。キャンペーンをすればいいのよこれで、うん、谷本知事とか山の市長とかね、全ての市や町の組長さんがこの曲を使ってなんかみんな頑張りましょう、うんうん、でそこで何かちょっとお金が生まれるようなシステムを作ってこう寄付に回すとか、ね、当然使用料はエイトまで払わなきゃいけないからねいや、いい曲でした。すごくね、うん、心にジーンとね響くそんな曲だったんですが、あと VTR 中にボイストレーニングを私実際に体験しましたが、はいはいはい、あの何口唇のやつ、あれは一緒にやってみましょう。だってなんかできてなかったでしょ。僕今ここでやるとね、飛沫がいろんなところに飛んでくぐらいに下手だったので、こっそり後で練習しておきます。お願いします、はい、でもね、それ実際に本番前にやるとすごくあの口の周りの筋肉もちょっと柔らかくなって話しやすくなるなという感じがありました、うん、できなくても練習すればできるようになるんですか。できるとは答えになってないんですやってみてください。はい、あとですね、今あのライブハウスが営業できない状況なので、アーティストの皆さんもなかなか活動が難しいということなんですが、あの今日ご紹介しました八幡さんに関してはインスタグラムでライブを披露しているということで、ちなみに今日は夜の10時からライブをする予定だということです。